いやー、大変すぎましたね。はい、あのですね、半年前くらいに武田さんっていう方がツイッター上でメンバー全員が博士号持ちのアイドルグループ PHD48 を作りたいみたいなツイートをしたんですけど、それが結構バズって、じゃあ実際にやってみようってことで募集をかけてたんですよね。で、自分まあ YouTube 上でこういう活動をしてるし面白そうだなってことで本当に軽い気持ちで応募したんですよ。で、一次オーディションが7月末にあって、それは30秒の自己紹介動画をツイッター上に上げていいねとリツイート数で競うってやつで、まあそれくらいなら楽だしいいかなって思って参加したんですけど、そしたらそれがテレビとか記事とかで取り上げられて、もうみるみる話が大きくなっていってびっくりしてるんですけど、中学とか高校の友達がすごい応援してくれて、いいねとかリツイートとかしてくれたんですけど、でそれでなんと見事一次オーディションは10位で通過しました。で、その後何やるんって感じで、メンバーも何も知らない状態でもう2ヶ月ぐらい過ごしてたんですけど、多分ボランティアで運営をしてくれてる方々がいるんですけど、その方たちがすごい時間をかけて二次オーディションの内容を考えてくれてたんですよ。で、ちょうど一次オーディションの2ヶ月後くらいかな、スラック上で二次オーディションのお知らせが来て、まずスマホの画面をそっと閉じました。こんなの聞いてないよ。一回見なかったことにしよう。大変そうすぎてしばらく現実逃避してました。で、その内容なんですけど、一次オーディションを通過した20名のメンバーが5つのチームに分かれて、それぞれ自分の研究内容に関連した好きな本を持ち寄ってビブリオバトルをしてこいと。で、それを1時間以内の動画にして YouTube に出せる状態で提出しろっていう内容の通達が来て、自分のこの留学中っていう状況も相まってもうよりきつかったです。これはまあ誰を責めるってわけではないんですけど、ただただ不運だったっていう。で、まず本どうしようって、今アメリカにいるんですけど、僕本が手元にないっていう、送ってもらうにしても7000円くらいかかるんで、で本とかではなくなっちゃうんですけど、論文の創設とかにしようかなって、いろいろ考えたんですけど、ここを考えるのがまず大変でした。で、最も大変だったのが言わずもがな編集パートです。で、まあこれは編集画面をちょっと見せながら話していきたいと思います。で、各チーム編集経験がある人が最低1人はいるように割り当ててくれてるんですけど、まあ要は編集は半分くらい任されたわけなんですよ。で、なんと動画編集できる人が自分のチームには自分以外にもいて、イントロはライ君がすごいクオリティのものを作ってくれて、もうこれはすごかったです。ぜひ、まあ見てみてください。で、自分はこのイントロの後の部分をね、担当しました。特に凝った編集はしてないんですけど、この5画面つなげての編集がマジ大変でしたね。メンバーの方もすごく協力してくれて、字幕起こしとかワードで送ってくれて、まあそれ見ながら発表部分とか全部字幕入れたんですけど、これえぐくない？これマジで。友達にこの編集画面見せたら、プロの仕事で草って返されて、いやマジでそれなって。何がきつかったって、留学してるから編集環境が最悪なんですよ。家だとモニターあって、椅子とか机もちゃんと使い慣れたやつなんですけど、ここ見てもらうと分かる通り、机がまずすごい低くて、モニターもないし、机も椅子もそんないいやつじゃないから、もう腰が終わった、もうリテラリー腰が死んでる。で、しかもこれ素材が1時間超えてるから、パソコンの容量すごいえぐい圧迫してたんですよ。編集中1テラバイト中970ギガバイトくらいまで行ってて、書き出すのももう自分の他の編集動画とか削除して容量を増やしてからじゃないとできなかったり、もう大変でした。で、今は提出も終わって、まあ、やっと削除できるんですけど、これ消すとどれぐらい回復するかな、まあ見てみたら、なんと容量が半分以上回復しました。もうおったまげろ。いや、実に 570GB も占有してましたね。いや、マジでこの長さで、この素材の数になると、これくらい容量を食うってことを皆さんにはぜひ覚えておいてほしいですね。次の企画立てるときは、多分こういう側面も考慮しながらじゃないと続かないですね、これは。いや、まあでも本当に誰を責めるとかではなくて、上の方もすごく時間を割いて、いろいろ考えてくれてるんで、まあこの動画で言いたいことは、ぜひこの企画でみんなで作った動画を見てほしいです。概要欄に自分たちの動画のリンク貼っておきます。まあせめてたくさんの方に届いたら、この大変さ、頑張りも報われるのかなって思ったり、思わなかったり、以上です。チャンネル登録お願いします。